始まってるかな。よいしょ。あ、投げてくれてる。よいしょ。ヨッシーパパさんこんにちは。エルプリメロさんこんにちは。ユーキャンさんごに、そう、こんなに喋れなくなっちゃったこんにちは。刈り上げくん8の倍増資産おつーありがとうございます。金なしさんこんにちは。こんにちは。早川さんこんにちは。ゼロさんこんにちは。アキメイトさんこんにちは。アルクツーさんこんにちは。こんにちは。個人配信始めましたはい、ちょっとね、始める前になぜか携帯がめっちゃ傾くっていうアクシデントが発生してちょっと遅れましたすみません。あ、坂の太陽配信してますさん、あれ、こんにちは。こんにちは。アストラロピテクスさんこんにちは。こんにちは。みんなお元気ですかお元気ですか。個人配信始めましたよ。この時間ちょっとね、いろんな時間に最近やろうと思ってて、前回は何時だったっけ、7時半とかにやってみて、今お昼の時間帯も試してみようと思ってやってるんですけど、みんなどっちの方が見やすいんですかね。どうなんだろう。あ、タケドンさんこんにちは。おこんにちは。おこんにちは丁寧語丁寧語。おこんにちは。斉藤さん、ナポスケ来た、ヤッホーありがとうございます。ナポスケ、ナポスケ呼び斉藤さんだけなのよはい、ありがとうございます。あ、ゆうきやんさん、ちょうどこの前のゴーイング見てたところです。上田さんとの掛け合い楽しかったです。ありがとうございます。ゴーイング嬉しい、見てくれましたか。前回は本当土曜日だったんですけど、もうあれ出来たてほやほやの VTR で、もう本当スタッフさん大変だったなと思うんですけど、一日取材行ってきて、バスケの日本代表の合宿に私が潜入してきたんですけど、そう、その内容が、その取材終わってもう多分、テレビ局戻ってきたのが何時、7時とかかな。でもう11時55分からその様子が、そう、生放送だったけど VTR そこで流れるっていうね。だから本当ギリギリまでスタッフさんとかが編集してて、そう、私も本当本番で初めて VTR できたの見たんですけど、そう、生放送ってそういうね、結構何タイムリーで動いてるからすごくね大変だなって思いましたでも本当に日本代表の合宿がすごくて、まあ、カメラ回しちゃいけないところとかもあったんですけど、やっぱりすごかったですね。もう練習してる空間にいるだけでワクワクするんですけど、なんかそれがもう見渡す限りにもうトップの選手ばっかりだからそう、偉いとこに来ちゃったなっていう本当に。で、なんか結構ちょっと喋りが止まらなくなってきたぞ。体育館に入る前にちょっと待ち時間があったんですよ。で、入ったとこのリアクションを取りますって言われてて、で、その待ち時間入る前のところでもうその様子をちょっとチラって見ちゃって、もうなんか興奮が抑えきれなくなっちゃって、はーってなっちゃったから、あ、ダメだダメだ、これはちゃんとカメラの前でリアクションしないといけないやつだと思って、頑張って見ないように柱みたいなところに隠れて待機してましたそうっていう感じ見てくれましたみんなモモさん、上司に気づかれるまでの短い時間ですが拝見させていただきます気づかれるまでのって気づかれないようにしてください仕事中から頑張ってください。岡藤さんこんにちは。こんにちは。ゆうきゃんさん、スタッフさんすご腕ですな。ね、すご腕じゃない、敏腕ね、敏腕、本当ですよね、本当すごいね、出来たてほやほやの V でした。エンペラーペンギンさんこんにちは。カウントお届けしました、ありがとうございます。サッカー野球と違ってバスケは室内だから近いんだよね。ね、そうですね、そうそうそう、確かに野球は私見に行ったことないかな、ちゃんと試合はないですけど、そう、バスケは室内だからコートがやっぱり会場の
どこに行っても割と、まあ、会場によって広さとコートの近さが違うんですけど、そうどこに行ってもやっぱり見渡せるからゲーム全体をちゃんとね見ることができるっていう、あとはなんかね代々木の第二体育館、あのサンロッカーズ渋谷がたまにやってるんですけど、 そう、それ見に行った時は逆にゴールのもうなんか普通だったら真ん中で見たいって思うじゃないですか。だけどこの端っこ、逆に端っこの方もなんていうの、こうあるじゃん、ゴールが、あゴールじゃないコートがあって、普通この真ん中ら辺で見るのが全部見えるかなと思うんだけど、相手のここの超端とかに座ると逆にゴールの真裏なのね。でしかもあの代々木の第2とかってめっちゃ近いんですよ、距離が。だからもうねダンクしてる選手の顔がもうめちゃくちゃ近くで見えるみたいな、なんかそのシュートがすっごい間近で見えるから、それのなんて言うんだろう、なんていうの、そういうの迫力がすごくて、逆にその座る席とかでも見方変わってくるからめちゃくちゃ面白いです。はいおっさんさん、おっさん、おっさんさんさん、さんさんが多いこんにちは、こんにちは。なんとか、なんとか先輩の目を背いてかな、背いて視聴中。みんな上司と先輩と隠れて、やっぱお仕事中なんですね、みんなさみんなバレないようにしてくださいね。斉藤さん、ナポスケのおかげで B リーグ見るようになりました。あーすごい嬉しい、嬉しい、ありがとうございます。いつもあれなんだっけ、あのバスケットライブで見てます。私は毎回の上田さんとの絡み好きです。あ嬉しい、ありがとうございます。そうなんか昔っていうか、まあ、今もたまにやっぱりあんなゴーイングってね、もう私も知ってる番組ですし、で上田さんっていう本当に伝説の MC みたいな、っていうか本当にそうですよね伝説の MC 上田さんがいるところに入って、もう最初すごい緊張してたんですけど、本当に上田さん優しい方でめちゃくちゃ話しかけてくださったりとか、本当に優しくて、もうなんか名前そんなすぐ覚えてもらえるかなぐらいな感じじゃないですか普通。なんだけども、初回の時からななみちゃんはなんとかなの、ななみちゃんなんとかなのってちゃんと名前を呼んで話してくれて、本当にね素晴らしい方で、もう上田さんの所作をめっちゃメモってます最近見習おうって思って。そうでやっぱ掛け合いとかも、昔は前はあ上田さんこう言ってくれたからもっとこう言えばよかったっていうのが、まあ、今もあるんですけど、そう前よりはなんかちょっとその掛け合いができるようになったかなって思ってるけど、ちょっともっとね上田さんといい絡みができたらいいなと思ってますまた、いや今日何曜日だ、今日は火曜日か、でまだだ、終わったばっかだもんねゴーイングまた今週もね土曜日あるので見てください。はじめまして、かわいいですね、あかねミスヒロイン参加中さん、はじめまして、ありがとうございます。ピコハンでツッコミ入れてみよう。ピコハンってあれ、あのなんかパフってなるやつ、あピコってなるやつかな、え上田さんにでやばすぎ、それはできません、それはできません。上田さん前歯折れた時面白かったなあのそうですよね、あのラグビーのね取材に行ってた時、あれびっくりしましたね、本当に最初塗ってるのかと思ったんですけど、本当にね折れてて、まあ、それを笑いに変えるっていうのもさすがプロだなって思ったけど、なんか、うん、正直歯が心配であんまり内容入ってきませんでしたねあの時はね、まあ、よかった戻って。上田さんが気に入ってる感ありますよね、毎回癒されてます。あ本当ですか、嬉しい、すごく。ゆきあんさんありがとうございます。じゃあちょっと私ヨーグルト食べていいですかいきなりみんなここにじゃじゃーん、ヨーグルトがございます。はい、私これみんな食べたことあります、これブルガリアの水切り濃縮で、
あ、こんにちは。831の乙女座さん、こんにちは。こんにちは。50とお星様少しですが、ありがとうございます。あやねさん、ありがとうございます。そう、あ、どうぞって、ありがとうございます。そう、私ヨーグルトがすごい大好きで、あのですね、ヨーグルトソムリエと乳酸菌ソムリエっていう資格を持っておりまして持っておりまして、ヨーグルトが本当ヨ、うん、ヨーグルトでできてるっていうぐらいの感じゆうきの食べたことない、プレーン何か追加するのかな。いや、これはなんかね、ブルガリアのこのちっちゃいやつなんですけど、多分水切り濃縮だから、ちょっとギリシャヨーグルトみたいになってるやつかな。ブルーベリー&3種のベリーソースのせ、美味しそうだから買ってみたんですけど、これまだ食べてない、私も初めましてです。あとなんかオイコス、オイコスの、わ、美味しそう、オイコスのピンクグレープ、あれなんだっけ、あ、セーフセーフとか言ってまだ入ってません。オイコスのなんとかグレープっていうのがあって、それとめっちゃ迷ったんですけど、そう、こっちにしました。おっさんさん、資格すごい、資格すごい、そう、ヨーグルト好きすぎて、あと腸、腸、もう腸が好きで腸に取りつかれてもともと栄養系の大学に行ってたんですよ。栄養系の大学っていうか、まあ化成系なんですけど、あの専攻してるのが栄養とか調理とか、そう、その料理とか、そう、そういう系をやってて、でそれでもともと腸、腸の分野、消化吸収とか、そこが大好き でそこから腸について詳しくなりたいと思って、めっちゃ腸の勉強してたら、そう、なんか菌にたどり着いて、で、あ、もうなんか人間は菌に取りつかれてるんだってなってそこからヨーグルト、もともとヨーグルト好きだったんですけど、なんか大好きなヨーグルトにめっちゃ菌入ってんだっていう感じになって、そこから勉強しだして、そうで、もっと好きになったっていう、そういう経緯でございます。美味しそう、美味しそう、はい、こんな感じ。めっちゃ中にじゃなんソース、ブルーベリーのソースが入っております。美味しそうね、美味しそう。お店であまり見ない商品ですね。私もあんま見なくて初めて買いました、これは。しかも脂肪ゼロ、ちゃんと脂肪ゼロ大事、そこだからフードの資格取ってたんですね。あ、そうそうです、そうです、のそう、なんか資格いっぱい持ってて、大学で、でもちゃんと大学に通わないと取れない資格で、フードスペシャリストっていう資格があって、それをまず大学卒業して取って、その後ヨーグルトの乳酸菌とか、あと何気マクロビオティックなんとかみたいなのも持ってます、マイスターみたいなそう、何気持ってます。ニコスタローさん、ニコヤッホー。じゃあ食べますね。この時間でもやるんだって、そう、今日はちょっと実験でこの時間にもやってみました。腸活メンタル全然食べないじゃんね全然食べない、ちょっとなんか喋りたくない。腸活メンタルにも関係するらしいですよね。そう、めっちゃ関係あるんですよ、メンタルとかね、精神系にもすごい関係ある。しかもカルシウムとかもね、そういうなんていうの、リラックス作用みたいなのがあるから、ダブルでヨーグルトはね最強なんですよ。自律神経とかもめちゃくちゃそう整えてくれる。頑張ってください、ありがとう。でもヨーグルト愛あるね。そう、ヨーグルト愛はめちゃくちゃあります。ヨーグルト愛とバスケ愛そう、火星系かと思った。火星じゃない火星かね火星ね、はい、じゃあ食べます。チョコレートじゃないよ、ブルーベリー、そうそうそう。あ、インスタの手作りスイート見てよ、美味しそうでした、嬉しい、ちゃんと作ったんです。じゃあいただきます。てかすごい、このちゃんとね、ブルーベリーの粒々が入ってます、すごいですね、ちゃんと。これ、あ、そっか、これ食レポ待って、食レポって思うとできなくなきゃ、ヨーグルトはできるんだな。うん、あ、めっちゃ美味しい。なんかね、ヨーグルトはやっぱり凝縮された系のギリシャヨーグルトで、全然酸味はない。
でですね、やっぱブルーベリーがめっちゃ美味しい。なんかこういうギリシャヨーグルト系についてるなんていうのソースって割と、なんだろう、果実感ない、なんかとろ、意外とサラッとしたやつが多いんだけど、なんかちゃんとこれは果実感っていうかブルーベリーの粒がちゃんと残ってるから、なんかこの濃厚なギリシャヨーグルトにしっかりマッチしております。え、ちょっと上手じゃないね、え、ちょっとやっぱ私ヨーグルトの食レポはできるわ。他のものになると何もできないんだけど、おいしい。うんうん、しかもなんか脂肪ゼロっていうだけあって、そのちゃんとそういうのを気にしてくれてるのか、なんか変な甘みを添加されてない感じがする。なんかちゃんとブルーベリーの甘み、ちょっと甘酸っぱい感じもございまして、バランスバッチリでございます。はいだからいつもニコニコなのか何が、あ、ヨーグルト食べてるからそうかもあ、レッピーさんこんにちは、いきなり通知来た。あ、いきなり通知来た、そう、始めました。じゃあね、私がちょっと告知がね今日遅くなっちゃったので申し訳ないんですけど、そう、めっちゃ美味しい、これヨーグルトの CM のオファークール、あ、来てほしい、めっちゃやりたい。ヨーグルトは、ヨーグルトのことなら何でも聞いてくださいって感じです。ソムリエの表現、おお、エンペラーペンギンさん、わかりやすい表現、あ、嬉しい。何菌入ってます、これサーモフィーラス菌かな、多分ブルガリアはね、多分でもこれ書いてないんだよね。なんか意外と難しくて、プレーンヨーグルト多分書いていい量があるんだと思う。なんか乳酸菌、なんかヨーグルトって言ってもまあ菌で発酵させてるから入ってるけど、でも多分一定の菌の数満たないと表示しちゃいけないとか多分決まりがあると思うんですよね。でこういうちっちゃいパックのって割とその菌に特化したのもあるけどっていうより多分美味しさに特化したものの方が多分多いと思うから、そうだからね、これは書いてないけど、そうでも普通のブルガリアヨーグルトに入ってる菌と同じだと思います、きっと。はい、自画自賛ね。ちょっと本当あのチョコの食レポ前やったんですけど、それね、それはねちょっとそれだけじゃないか、割と食レポやってるんですけどなかなか上達せず、でもヨーグルトはできるっぽい。斉藤さんお上手、わーい、ありがとうございます。おやさんこんにちは、こんにちは。濃厚なギリシャヨーグルトにしっかりマッチしてますってセリフいい、レッピーさんありがとうございますわー嬉しい、初めてなんかちゃんとお世辞じゃなくてちゃんと褒めてくれてる気する、みんなこんにちは、坂さんこんにちは。人工甘味料は健康に良くないね、良くないですね。アキメイトさん、ヨーグルトと他の食レポとの違いそれななんでだろうなんか一時期インスタのストーリーに今日のヨーグルトってあげてたんですよ。それで割とそのヨーグルトの味の分析をしてたから、そうだからかな、多分それの癖がついた。何でもそうやってやったら上手になるかな美味しい、これマジでいい、ちょうどいい甘さも、いろいろな時間帯で知ってもらうのもいいよね。確かにいつもね見てくれてないって言ったら言い方だけど、いつも見てくれてる人とはまた別のね層の人が見てくれてる感じがする。皆さんこんにちは、ななみです。はいキャンキャンの専属モデルをやっています。土曜日はゴーイングに出てます。バスケが大好きです。小中6年間バスケを、ん？嘘つきました、小学生はやってません中高6年間バスケ部で副キャプテンをやっていました。
今も月 2,3 ぐらいでバスケをやってます。暇さえあれば B リーグを見に行っています。ななみです。好きな食べ物はヨーグルトです。よろしくお願いします。はい、好きな言葉は根性です。よろしくお願いします。はい、知らない方もねいると思うからちゃんと自己紹介して。あ、でちなみにこの今やってるキャンキャンルームっていうこのなんていうのルームはあのいつも木曜日の20時から隔週でやってて、そうでちゃんとゲストの方を呼んで私 MC をやっているのでそちらも皆さん見てくださいね。次は忘れちゃった、3月2日、次は3月2日の20時からなので見てくださいね。はい。食レポ苦手だったのね。そうなんですよ、食レポ本当に苦手で、ちょっと見届けてください、私のこれからの食レポの成長日記。おっさんさん笑っちゃうな。ヨーグルト買いたくなりました。あ、やった、ぜひ食べてください、これ美味しい。うん、結構ダイエットとかしてたりするから、まあ、ヨーグルトもさこういうのは多分お砂糖入ってるけど、自分の中でなんとなくもうヨーグルトは OK って決めてて、そうだからレアチーズヨーグルトとかあるんですよ。いやそういうの本当にチーズケーキみたいで美味しいし、チーズケーキよりはカロリー全然少ないから、そうマジでもう何みんながスイーツを食べる感覚で私はそうヨーグルトを食べてます。あとフローズンヨーグルトとかもめっちゃ好き、うん、夏はよくあのちっちゃいカップのあるじゃないですか、4つぐらいこうパキッてできるタイプのヨーグルト、あれを冷凍庫で凍らしてアイスの代わりに食べたりとかしてました。うん、ななみんがいろんなヨーグルトを食べるミニ番組みたいなのがあれば良さそう。あ、もうお時間がやってきてまいりました。あのこの後お仕事なので、いや伸びるということが今日はあんまりできないんですけど、さらっと読んでランキングを発表して終わろうかな。はい。ね、ヨーグルト食べるミニ番組やりたい。やりたいです。ゆうきゃんさん、いつかできるといいな。おっちーさん、こんにちは。こんにちは。パルテノのミツレモンソースも美味しかったよ。めっちゃ美味しいよね、あれ。知ってる、超好き。もうレモン系は大好きだから。あとあのなんだっけ、ソフールだっけのレモンもすごい好き、美味しい。まっちゃんさん、はじめまして。ななみんは何菌に取りつかれたいですか。めっちさん、何菌に取りつかれたいか。私じゃなくて何菌に取りつかれたいかな。何菌かな。どうしようかな、じゃあ考えとくね。何菌に取りつかれ考えたことなかった。R1 いいですね。え、なんか変わったんだけど、何え、私なんかやった、え、怖っ。なんかすごい可愛い背景になった。すごい可愛い。なんかせっかく可愛くなったからあれだけど、ランキングを。あ、3月4日 TGC 出るよね。もちろん出ますよ。またちゃんと改めて、はい、宣伝しますね。はい、あとはキャンキャンが明日2月22にゃんにゃんにゃんの日発売、4月号が発売ですので、キャンキャンもぜひご覧ください。私の寝相が載っております。私だけじゃないけど、ぜひ見てください。はい、そしてゴーイングは2月25土曜日、今週の土曜日の23時55分からあります。それもご覧ください。そしてキャンキャンルームは次3月2日の20時からなので、そちらもご覧ください。お願いします。はい、では広志風の自己紹介とか言われてますけど根性、はい、根性好きです。はい、また見てください。またやりますので、なんかせっかくねいっぱいコメントくれたのに、またやるので次回ぜひ見てください。はい、あ、ちょっと、あ、終わりたくない。ちょっと、はい、すいませんね。じゃあランキング発表します。
あ、てか、あ、そういうことか、背景変わったのは。レッピーさん、リラックマ、ありがとうございます。はい、そして、あ、レッピーさん、あ、なるほどね、リラックマくれたから、ありがとうございます。レッピーさん、ハート。アリアンさん、だるま、ありがとうございます。だるま、はい、じゃあランキング発表します。5位から、5位さかなさん、ありがとうございます。そして4位ふっちゃんさん、ありがとうございます。そして3位もふもふさん、ありがとうございます。もふもふ。そして2位かねなしさん、ありがとうございます。お金あげる。はい、そして1位レッドヘリングレッピーさん、うれっぴー、ありがとうございます。はい、じゃあ皆さんありがとうございました。はい、ではでは、またやりますので、あのお仕事の方はお仕事に戻って頑張ってください。はい、私も頑張ります。じゃあまた、ありがとうございました。バイバーイ。